い、室田です、今回はですね、タッピングのフレーズをご紹介するのですが、ホールトンスケールというね、非常にユニークなスケールを使ったフレーズになっているので、弾いていてすごい楽しいかなと思います。一見難しそうに見えるこのタッピングフレーズなんですが、これかなりね、規則性のある動きをしているので、タッピング普段やらない方でも全然弾けるかなと思いますので、ぜひね、最後までご覧ください。まずホールトンスケールは何かというと、全音階で構成されているスケールです。このフレーズの場合ですね、 E のホールトンスケールを弾いています。つまり E から全て全音階、まず E、 F シャープ、 G シャープ、 A シャープ、 C、 D、 そしてまた1オクターブ上の E というふうになっております。ではホールトンスケールをね、つなげて弾いてみましょう。こんな響きになるんですけど、非常にユニークなサウンドになっております。ではね、フレーズの解説の方をしていくんですが、その前にタッピングの基本的な動作だけ、やっていきましょうか。まず今回のフレーズなんですが、1弦だけしか弾かないので、その他のね、6弦から2弦に関しては右手でね、しっかりミュートしておきましょう。ミュートって言ってもブリッジミュートみたいにがっちりするわけじゃなくて、軽く触れているだけで大丈夫です。でどのあたりで触れるのかというと、手のね、このあたりですね、この今ペンでね、シューって丸を描いてるところなんですけど、このあたりで触れておきます。触れながら中指もしくは人差し指を使ってタッピングをするんですが、僕は基本的に中指を推奨します。なんでかっていうと、今回の場合はね、中指だけで、フレーズが完結するのでいいんですけど、タッピング使った後にすぐね、ピッキングしないといけないケースも、もちろんフレーズによってはいっぱいあるので、もちろんすぐに、やっぱりね、ピッキングに戻れるように、こうやって持っておいた方が素早く移動できると思います。もちろんね、プロの方でも、こうやって人差し指でタッピングして、すぐにね、こうやって、持ち替えている方もたくさんいらっしゃいますので、これは個人の自由だと思うんですけど、僕は中指派です。はい、ではね、フレーズの解説の方をしていきます。まずですね、1弦の12フレットを中指でタッピングします。でその際にもう人差し指は、1弦の8フレットを押さえておきましょう。でタッピングします。12フレットタッピングします。でそのまま8フレットに向かってプリング、そして次1弦の8から10フレットへ薬指でハンマリング、でそのまま薬指で8フレットに向かってプリング。なので人差し指はね、もう押さえっぱなしで大丈夫です。こういうフレーズですね。でこの動作をフレットを下げて繰り返すだけなんですね。次は人差し指が1弦6フレットで、そしてまた右手のタッピングからスタートですね。タッピングして、6フレット。で、8フレット、ハンマリング。6フレットに向かってプリング。で、また同じように、タッピングして、プリング。4フレットにプリング。6フレットにハンマリング。で、プリング。で、また12フレットタッピングして、2フレット。プリングで4フレットに向かってハンマリング、そしてプリング、これの繰り返しです。こんな感じですね、つなげると。なので人差し指がね、2フレットずつ下がっていきます。であとは薬指でプリング、ハンマリングをしてあげるだけですね。こんな感じのフレーズです。これを繰り返します。こんな感じです。そしてですね、このフレーズを繰り返した後に、まず12フレットをタッピングして、そのままプリングして1弦開放弦を鳴らします。ですぐに
1弦4フレットをハンマリングして、そのままプリング、そしてまたタッピングで次、そのままプリングして開放弦鳴らします。で1弦の6フレットハンマリングでプリングして開放弦、そしてまたタッピングしてプリングして、1弦の8フレットプリングして、あ、ハンマリングしてプリング、そしてタッピングプリングハンマリングプリングっていう風になってます。そして最後ですね、同じフレットで両方の指を使ってですね、同じ12フレットを左右で連打します。こんな感じですね、同じフレットをこうやって、こうやって連打するとかなり面白いサウンドになります。これね、意外と難しそうに見えるんですけど、慣れたら全然簡単なので、しかもね、かなりユニークなサウンドなので、これは面白いので、ぜひ皆さん練習してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、オールトーンスケールを使った、タッピングフレーズをご紹介させていただいたのですが、オールトーンスケールってね、ちょっと難しい話をするんですが、リディアンオーギュメントスケールに結構響きが似てるんですね。そしてそのリディアンオーギュメントスケールをね、僕は昔解説しているので、ぜひそちらの動画もね見ていただけると嬉しいです。はい、もしね今回の動画が良かったなと思われた方は、グッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。